こんにちは、睡眠3時間です。なんか守護美書メタを作ろうかと考えつつ、とりあえずクラス順に新環境を回してみるか。そんな風に思ったのが運の月。強弱なエルフデッキしか作れなかったよね。死ぬほどバウンスと回復して耐久するデッキ。メンタルを確実に折りに行くデッキだよ。そういえばネタカードが最近追加されたなって思ってさ。そうグリームニルだよ。最初はグリームニルすら入れてない勝ち筋ゼロのデッキだったんだけど、さすがにコンセプトとしては若干弱すぎるから断念。断念とは言ったもののなぜか2勝できてるのも謎だったけどね。ロイヤルさん、ネタデッキにすら勝てなくて悲しい。2勝ともロイヤルだったよ。1勝盤面処理と回復をしてたら気がついたら勝っていたというね。どうしたのロイヤルさん。謎に環境に増えているけど、悲しみは立てたのかい？オクトン入れて OTK するしか道はないのかい？悲しいね。ちなみにこのデッキを6戦くらい回したんだけど、ロイヤルに2勝、ネメシスに1敗、ネクロに1敗、あとはこの美書、もう1戦は忘れたわ。ネメシスは特殊勝利で敗北したよね。それがなきゃカラミティとの耐久戦もこなせるというね。大体ピアシーのおかげだね。地味にレジェンドとしてのパワーがお化け。ネタデッキの神様とも言えるね。ピアシーとバウンスを入れるだけで大体ネタデッキを助けてくれる。ありがたいんだわ。ネクロはナーフ前進化ネクロみたいなデッキの分回りに負けたよ。もはや勝負にすらなってなかったから関係なし。実質引き分けだよね。今思えばセタスは進化じゃなくてアクセラで使ってよかった。どうしても使う余裕が出てくるから進化で使いたくなるけど、別に回復とか処理で使って問題なかったね。みんなも使う時の参考にしてどうぞ。このコンボだけはガチ。普通に最強ムーブだね。ちなみにマスターコックはめっちゃバウンスで回して最大値も上げてみようという雑な理由で採用。進化でドローもできるし、このデッキとのシナジーはある。問題はエルフじゃないからバウンスできない場合があること。ユピテルとかもそうだね。そこだけが地味に難しい。なんか耐久してるだけなのに盤面ができていく楽しさ。ブロッサムルナールが優秀すぎるんだわ。どんどんシナジーのあるカードが追加されると嬉しい。石化とアリアからの脱却を目指して頑張れ。これ多分最強ランキングで見たベレロフォン採用のアミュレットビショップだ。ティアニらしいけど、そこまで強いもんなのかなって思ってたからちょうどいいよね。違う、そうじゃないんだよ。レオを取りたかったんだわ。運が良いのか悪いのか。こういう時だけ顔にだけ飛んでいく。これが私の右手力。悲しいね。なんとなく回復のないデッキだと勝てなさそうな相手だね。少なくともロイヤルは積んでそう。守護美書にはどうなんだろ。普通にホーリーセイバー着地で逆転されそう。結局守護美書時代なんだ。そんな時代困っちゃうね。私はネタデッキを作るのが楽しいから問題ないけど、普通にランクマする上でウィルバートに簡単に破壊されるのは切れそうだろうね。ミッションでロイヤル使う時とかね。今のロイヤルミッションとか苦労でしかない。そしてなぜか2日連続でロイヤルミッションしか来ていない私。それも私の右手力。守護美書以外に当たることを祈って勝ち筋を探していく感じの旅だよ。シュバリエマグナで守護効果消すのは面白いんだけどね。それくらいだよ。あとはオクトーでなんとかする感じ。投稿するかはわからないけどジェノアルベのお得デッキだよ。揃えば勝てる。それだけで十分強い。感覚がマッチしてるだけかもしれないけどね。ここ最近はまともなデッキに触れてないからね。自炊しないでコンビニでご飯を買ってしまう行動と似ているかもしれない。しかし相手も鬼のような耐久をしてくるね。
この試合、どれくらいのダメージと回復が飛び交ってるんだろう。お、ヤテランの終わりかな。普通のデッキならヤテラン連打で終わってただろうに。こんな謎のデッキと当たったばかりに試合が終わらず、ここでリタイアするのも今更感があるんだろうね。ギタ仕方なし、タイロなし。もうこれで終わってくれ。喋る内容もないんだよ。カモをやんなきゃ無粋だね。まだ持ってたわ。ちゃんとレオの複製先見てなかったよ。マリオカートの大会見てたよ。わかる人にはわかる説明をしていくスタイル。一昔前なら最強の盤面、今となっては普通の盤面。何枚持ってるんだい。でも無限やテランも面白そうだね。一生回復と打点になるからね。本来ならゴッドオブカースを置いて最大値を減らしつつ動くんだろうけど、最初に引けなかったのが運の尽き。そもそも私に当たったのが運の尽き。我は雷帝、導く光なんてな。これでおしまい。人も神も魔もまとめて救う。おごった。ワンの風運ぶ。テレビ特集。進化もリソースもなさそうだし、耐えたね。私の負けです。ドリームニル最強。ちなみにデッキはこんな感じ。耐久しか考えてないデッキだよ。セタスはいらない気がする。そこにヒーリング3枚とグリム3枚にして、ゾウさんとか入れればもっと強いかもね。強いってワードを使っていいのかわかんないけど、細かく削っていくロイヤルであれば勝てるよ。シエテで解放を奥義されるとは終わり。そんな感じで動画は終わります。ご視聴ありがとうございました。耐久デッキは尺も長くて疲れるわ。